去年あの肘の手術をされたということで、ファンの方もみんな心配してると思うんですけども、あのどのような状態から始まったんですか？去年のウィンブルドンの前哨戦である ATP500 のハレっていう大会の予選の1回戦で、その試合は勝ったんですけど、うん、そのサーブの打った時に何か音がして、えなんか肘がゴキっていうような、ゴキっていうかゴキってなんか変な音が、変な音がして、そこからその肘の可動域が全然いかなく、全然ブロックされてしまって、それで私生活もちょっと苦しいような状態になって、うん、ウィンブルドンも出ようとしたんですけど、ドクターからちょっとストップがかかって、まあ、即ちょっと日本に帰ってあの手術した方がいいっていう感じで言われて、で日本でも帰ってチェックしたら、やっぱり案の定あの肘の遊離体っていうので、あ、まあ、いわゆる関節ネズミっていうやつなんですけど、あその軟骨が中で動いちゃってるような感じで、あら、でそれを切除するあの手術をしたんですけど、内視鏡でそれを取る手術、取り除く手術、はい、あのそれでちょこっとだけだったんですか？あ、量はすごい多かったです、ね、あら、じゃあもう結構バリバリって割れちゃって、もうドクターにはもうちょっと続けたらひょっとしたらテニスできなかったかもって言われてたんで、まあ手術するしか方法はなかったような感じで、まあすごい難しい決断だったんですけど、その時やっぱりリオオリンピックとかも決まってて、まあ、それを全部あの欠場するのもなんか自分の中でまあちょっと悔しい思いもあったんですけど、あのポキッて音がする前は痛みっていうのはなかったんですか？わ、そのポキッていうような痛みはなかったんですけど、ところどころ筋肉とか、まあ、ちょっと張りが出てきたりとかっていう風にあったんですけど、その晴れの大会で鳴ったのは初めてでしたね。いきなりポキっていう風になったのは。そうだったんですか。それで、11月でしたっけ、はい、手術は。去年の7月に手術はして、あ、もう夏に復帰は10月頃になったんですけど、その復帰もちょっと早かった。ちょっと自分の中で焦りもあって、早くちょっと試合出ないといけないみたいな感じで、ちょっと思いすぎちゃったところがあったんですけど、まあ。そこはまあもう過ぎちゃったことなんで、まあ良しとして、今はとりあえず早く戻るように頑張ってるって感じですね。ああ、そうですか。で、肘の状態は、今の状態はどうですか？今はあのドクターにも定期的にあの検査を受けて見てもらってるんですけど、あの徐々に良くなってはいるんで、痛みは、ま、ちょっとありますか？なんか以前たまにあったんですけど、肘は大丈夫なんですけど、他のところがやっぱり硬くなってしまったりとかっていうので、やっぱ肘が痛くなるっていう傾向があるらしいので、そこら辺をうまく自分であのほぐしたりストレッチしたりちょっと鍛えたりしてやっていけば大丈夫っていうのをあのアドバイスもらったので、そこを今やったらもう今は全然大丈夫です、ね、じゃあもう少しずつあの回復しつつある、はい、回復期っていう感じなんですね。そうですね。あー、よかったですみんな安心したと思います本当にあの少しずつあの試合が増えていけば、はい、またドラゴンショットも、はい、炸裂するっていうことで。そうですね、やっぱり攻めのテニスを自分でもあの常に聞かせてやっていきたいと思いますね。はい、どうもありがとうございました。伊藤達磨選手でした。どうも。